今日も始まりました、はい、今週のすごかったものを熱量を持って伝えるラジオ、はい、はい、マミちゃんズでーす、ツボでーす、はい、はい、ね、一応新年、そうだね、新年一発目の、はい、明けましてですね、明けましておめでとうございます、ね、はい、先週がマミさんの写真です、あ、写真集、ね、はい、写真集で、あれね、その、うん、動画で見たんですよ、写真集のあの、僕、あったじゃないですか、撮ったやつ、うん、あの熱ラジオ、はい、うん、めちゃくちゃ情けない顔で見てましたわ、その写真僕めちゃくちゃなんかこんな情けないんやってなんか恥ずかしかった、すごい、なんかね、ほんまにまあそのもみさんが開いてる時に、うん、僕はまあこの横からで、うん、多分この画面越しに僕は多分見てたんですよ、ね、うん、それを気づかなくて、その情けない顔が普通ずっとアホみたいな顔で、どんな感情の顔だったのかしら、なんかほんまにアホでした、すごいすごい情けない顔で、はい、ちょっともうちょっとそれ意識して見直すわ、それはちょっと気をね、そうね、ちょっと、はい、気をつけてね、はい、それを常に、ね、はい、意識持ってやってもらわないと、はい、やってます、はい、そして、はい、今日です、はい、はい、僕は4L 知ってます？ 4L わ、分からん、ジャンルが何かも分かんない、なんだろう、4L お店です、お店、 4L というお店、はい、ということは大きいサイズの専門店では、正解です、おやった正解、すごい、 4L っていう大きい人用のサイズの大きいサイズが取り扱ってるお店あるんですけど、どこに、それがね、一応チェーン店なんですよ、 4L って、一回も見たことない、いや僕も大阪は分かんないんですけど、多分あると思うんです、多分それ結構ちょっと町外れのところにあると思うんですけど、なんかまあ昔4L の存在はしてたんですよ、そういうお店があるよっていうのが、店あるっていうのはもともと親父、僕の親父が175ぐらいで、うんうん、まあまあ90100近かったんですよ、あ、そんな感じなんだ、はい、ツーコパパ、うん、で言うて、ごく一般的にある XL が入るやつと入らないやつがあるんですよ、うん、なるほど、なんでそれで親父が 3L か 4L のやつが欲しいってなって、でたまたまそれでなんかCM でその時はね結構やってたんです、頻繁に、昔って 4L の CM 5、6年前かなんかの感じだと思います、そうでやってて、うん、でそれで親父が 4L あると、うん、でなんかの時に親父は、そのちゃう地方っていうか、うん、ちゃうところで離れてるところで 4L 行ったことあるんですって、うんうん、それが今回僕、まあ、正月で実家帰ったんですけど、うんうん、なんと家の近くに4L ができた、すごい、えってすごいすごい、でもともとこれほんまにね、大きいので、うん、言ったら入らんっていうので、うん、もう悩んでる人にね、うん、ぜひほんまにこの 4L のすごさっていうのをちょっとね今回もう言いたいんですよ、その店舗として立ってるの、あ、店舗として立ってるの、店がポンって立ってるの、春山とかああいうスーツ系 のスタンスと同じ4L が、うん、大きい建物であるんだ、あるんですよ、うんうん、でもうなんかもう3L、4L、5L でもうドロドロっていうもういろんな数字の L が、うん、もう帯みたいに書いてて、うん、でもともと僕が、正月に靴欲しい、うん、で今までね僕中学とか、高校とかは普通にまあまあちょっと靴履けてたんですよ、ちょっとやっぱ足大きくなって今29センチのやつ入らないですよ、29なんだ、はい、でしかもその甲がでかいんで、なるほど、うん、これがね本来の人は 3E っていう3の E っていうサイズのサイズがあるんですけど、うん、それがね特殊で 4E ってあるんですよ、ワイドバージョン、うん、っていう 4E あるんですけど、僕はこの 4E で29センチのやつじゃないと入らないですよ、この条件が揃わないと、はい、この条件が揃うのが革靴だけなんですよ、うん、はい、このスニーカーとかないんだ、ないんですよ、だからいつも革靴なの、革靴なんですよ、でそれで革靴しかないってなって、うん、そっからずっと革靴履いてるんですよ、うん、でなんかの、まあ、ランニングとか始めたいなーって時も、うん、ABC マートとかねそういう大手の普通のチェーン店の靴屋さん行っても29置いてるのもあるんですよ、うん、でもそれでも 4E がないとか、わー取り扱ってないですよ、すごいサイズなんだ29の E は、はい、で29があったとしてもねちょっと入ってもきついんですよ、すごいね、そうなんですよ、で29しかないってなって、うん、でまあそっからほんまにずっと悩みですよ、これがもう18とかから
ずっともう革靴で、もうランニングする時もボロボロになった革靴履いてとか、まともにスニーカーっていうのを履けてないんですよ。でまあそれをまあ親父に実家おる時に、まあ、言ってまた、まあ、どうせないわこの町にはこの町にはもう俺の履いるもうない靴はないわ、うん、まあ、近くにも ABC マートとかあるんですよ。そしたら親父が「お前 4L あるぞ」っつって「でも 4L ってその靴置いてる、うん、服やでしょ、服のイメージがあるけど、ね、いや置いてるんちゃうんかな」みたいなんで、まあ、とりあえず行ってみよう。だってこの太ってる人とかとさ、そうなんです、足がでかいってちょっとまた話違うしさ、ま、違うじゃないですか、うん、で、まあ、それで 4L に向かったんですよ、うん、親父と。うん、近くできたしね、はい、で、うん、ブワーッと車で行った時にね、うん、まあもちろんそのサイズ、服のサイズ、さっき言った 3L、うん、4L、5L ってあるんですよ、うん、その下にね、靴29カラって書いてうわ29カラの29までじゃなくてカラなんですようわっそこでもうすごいワクワクするじゃないですか。すごい、もう 4L に早く行きたいと。でも見たことない品揃えさん見れるかもしれないじゃん、うん、で、まあ入って、うん、で、まあ、まあそこそこでかい靴コーナーあるんですよ、うん、で見たらスニーカーとかもいろんな靴があるんですよ。でえっ、でもそのまあまあ一応ねやっぱ大きいサイズなんで、うん、もうここにあるもんだけらしいんですよ、うん、店員さんが言うには。なるほど。でまあそこで見たらえっ 4E で30センチのスニーカーしかもおとなしめの黒でもこれこれこれこういうのこのランニングとかで、まああと、まあ、あのバイトとかね、うん、バイトも見てチャリ乗ったりとか、うん、コンビニとかね、うん、その裏の作業で革靴なんかしんどいんですよ、うん、それをね見たらもう履くわけですよ、もうぴったりですよ。でうわっ、でももうそれだけでもう楽しくて、すごいすごい、あもうこれでも決まりやと、うん、でもなんか他にもちょっとね色の違うなんかあるんですよ、ちゃんと色の展開もしてくれてるの、まあ、あったんですよ。でもそれも履いたりとかして、うん、あでもやっぱり最初の履いたやつのがやっぱなんか感動もあるし、その勝手にそれで最初のやつ買ったんですよ。そこ30の30の29でよかったんです。ちょっと一個大きいの買ってるじゃん30で。いやそれもぴったりなんですよ30が。その、ね、あこニューバランスの、ええ、はい、ちょっとニューバランスの、ニューバランスの出してんじゃんニューバランス、はい、4E のでも30っていうのは多分その他のごく一般の靴屋には29とかしか置いてないです多分。すごい。でも言ったら 4L 様様ですよ。でそこでまあ買ったんですけど、うん、あの時にねそのまあメガネ屋とかって店員さん全員メガネかけてるじゃないですか、うん、4L ってこれもしかしてと。確かに。ほんでまあ普通に行ったら、うん、まあほんまにちょっとまあこのちょっとゴツッとしてる人やったんですよ、うん、でまあまあでも全然もう 4L じゃない、こんなんもうもうこんなんもう XL やと思ってて、うん、でもこれお願いしますで分かりました、袋入れますねって横向いた瞬間ね、めっちゃ分厚いんですよ。うおでもこれはもう 4L や、これはほんまにエグいんですよ、なんかね、そんな、いやなんか分からんことある前から見てた、びっくりしました横で。うわ普通にもうなんかもう下半身とかも、うん、もうすごいんですよ、もうほんまに幅がもう 4L なんですよ、ほんまにうわで、その人スーツ着てるんですけど、うん、あだからこの多分そのお店のやつ着てるんですよ 4L の。すごい。えこれって大きい人しか無理なんかとかあるじゃないですか。開けないのかな。その人しかいなくて、うん、で女の人もおったんですけど、うん、女の人でも全然普通に、うん、でも女性としては身長高いです。大きめなんだ。はい。うん、でも一応その女性のものも置いてるんですよ 4L って。あ、そうなんだ。あの靴とかとかも普通に下着もそうですし、うん、普通にその上着、うん、と全部もう全部あるんですよ。本当。はい。中でも男性もあって、でもそれ履いて、で僕も。そうっすよ、今年の言ったらバイトとかも楽しいんですよ、チャリコグの。でもスニーカーなんかすごい久しぶりなわけでしょ。いやもうほんまに高校の体育館体育の授業が、あれ体育館シューズとかでしか履けないんで、うん、だからもうそうっすよ、もう十何年ぶりに履いて、すごい、だから久々にあれですもん、あの走る時にこのどんどんゆっくりからめっちゃ速くなる、あのあるじゃないですか、このどんどんゆっくり走ってから一気にこのマックス、はい、あれ久々にやりましたもん、そのスニーカーで全力で革靴だとできない、いや革靴の時なんかやれますけど、この100じゃないじゃないですか。あそうか、革とか、はい、革なんでなんかちょっと違和感が、全力で走れないか、いややっぱすごいスニーカーってあんな軽いんや、よかったね、いやめちゃくちゃいいんですよ。でしかも家の近くだからいつでも行けるもんね。そうなんですよ。でいつでもそのね靴も買いますし、何やったらまあ最悪ね、この服も、うん、でサイズもね、あの、はい、その置いてるものの服とかもデザインは別に、デザインはまあまあはい、ちゃんとしてる普通なんですけど、でもまあまあこの靴もあれです、やっぱそれなりにだってナイキのやつもあったりとかもしてるんですけど、すごい、ね、でもナイキはね意外と 4E がないんですよ。
この甲が30でも入らないんですよ、やっぱりこのきついんで痛くて。わ、高ければいいわけじゃないんだ。そうなんですよ。すごいね。めちゃくちゃ良かったです。 4L だから、4L なかったらさ、本当にもう外国とかまで行かなかったら、そうなんですよ、靴か買えなかったもん、きっとね。で、一回ね、不安になって靴屋さん行って靴のなんか今測ってくるんですよ。で、僕肩、両方で足のデカさちゃうんですよ。そうなんですよ、左がデカくて、うわ、右はちょっと左に比べたらちょっとちっちゃいんですけど、でそういうのもあって、やっぱその 4E でちょっとやっぱ余裕ないといけないんですよ。でそれがやっとぴったりだ。もうこの間そのバイトが楽しいですね、移動が、バイトのそのバイト内の移動が今までね、はい、奥なね、川口さんたちとか、めちゃくちゃいい。じゃあもう最高の2020年のスタート来たのね、はい、でもぜひほんまにね、でもめっちゃ多いと思うんですよ、あの大きいサイズで悩んでる人、ほんまにね、行ってほしいです。ホエル、でも女性の人でもやっぱ足大きすぎたりとかして悩む方がいるからね、はい、もうなんか、ハイヒールって、なんていうんですか、ハイヒール、うんうん、とかもそういうのも置いてるんで、いいっすね、はい、何でも置いてるんで、ぜひ。うわ、すごい、面白い、はい、ホエル行ってください。もうそれ多分知ってる人いるかもしれないです。いや俺でかいけど、うん、ホエルなんてしょうもないやろとか、そうだね、そうあるよね、絶対、はい、じゃなくて、もうしっかりいいです、ホエル、はい、でも今後さ、さらに増えるんじゃない、はい、店が。いや、そうっすよね。その家の近くに急にこのタイミングでできたっていうことはさ、いやでも、ね、かなり力入れてんじゃない。僕の町には多分需要ないです、あの町でかいの。どうなんやろ、正月でお客さん4人とかしていなかったですよ。セールとかしてるのに。うわ、潰れないでほしいね。そうなんですよ、ほんまにそうなんですよ。心配だね。はい。だからもうなるべく帰った時はさ、ちゃんと足運んだ方がいいよ。はい、ちゃんと見ます。はい、ちゃんとなんか買ったり、靴。うわ、はい、すごい、こんな生き生きしてる通貨が見れるとは。いや、ほんまにでもすごい感動しました。なんか、久々に。嬉しいです、ほんまに。はい、もうちょっと、ぜひ見たいわ。ホエルね、店自体を見たことないからさ。あ、ほんますか。もうぜひ、じゃあもうホエル大阪で調べてね。そうだね、はい、ぜひ。すごい面白 い、 ぜひ皆様も行ってみてください。はい、はい、ということで、また来週も素敵なお話できたらと思います。じゃあまた来週、バイバイ。